バコブロ、今日の商品は瓶ラムネでございます。これはですね、結構マイナーかなと思ったんですけども、ここ最近だがしかしっていうね漫画とかアニメでちょっと、ね、一躍有名になって結構箱買いしていく人がいたりとかですね、ちょっとしたブームになってるわけなんですけども、ちなみにこれあれですね、ピーターパンのあれっぽいっすよね。まあいいや、瓶の形のこのモナカの皮の中に、聞こえるかな、粉状のラムネが入ってまして、これを吸って飲むということで、このウサギのようにですね、このパッケージの、ウサギでいいのかな、これのようにここの底に刺して、まあ、こっちから普通の瓶のようにここでこっちからでもいいんですけども、ここがすぼんでるんでこの方が飲みやすいんですね。ということでいただきます。よっ、あれ案外硬い、反対だった、反対でした。でね、瓶ラムネって本当にちっちゃい頃もあったんですけど、私の記憶の中ではですね、こうフルーツの形してたりとか、あともう少しカラフルなね、なんかこう吸って食べるちょっとラムネってなんかあったよなって思ってたらですね、じゃん、100円ショップで、ね、こんなん売ってました。これもこれで懐かしいですね。でですね、この食べ終わった容器そのままね、モナカなのでパリパリっていって食べることができるんですけども、これね、もし替えのラムネとかがさ売ってればさ、こうね詰め替えてね、またすあれ、こんなとこになんかラムネがあるよ。せっかくだからちょっと混ぜてみましょうか、ね、かき氷のシロップとかもさ、こうお店によって混ぜてくれるねお店なんかもあったりしますよね。で、均一になるようにここの穴を塞いで、はい、じゃあねレモンとソーダ味をですねミックスしてみました。いただいていきます。うん、あ、食える食える、美味しい美味しいけど、さっきより下にポロポロっと当たりますね。多分粒子が粗い中だからですね。なんだバカ野郎、文句あっか。今日はここまで。チャ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